皆さんこんにちは、ベーシストのルービーです。今回はまずコピーすべきスラップフレーズっていうのをやってみたいと思います。スラップの音が出ると、こういうふうに音が出るなっていうふうなところに来た人が、次にやるために簡単にできてかっこよく、かつ、スラップのレベルを飛躍的に高められるような、そんな3つのポイントを押さえたフレーズっていうのをご紹介していきたいなというふうに思います。結構有用な内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。そんな感じでこのチャンネルではベーシストの方に役立つような動画をたくさん投稿しているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またエレキベースのレッスンもやっておりまして、公式 LINE からレッスンの詳細を教えてくださいというふうに言っていただくと、どんな感じでやってるかとかね、返信いたしますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。その他ね、ベースに関する相談も載っていますので、そちらもよろしくお願いいたします。では早速1つ目のフレーズからいってみましょう。という感じでこちらが1つ目のフレーズだったんですけれども、いかがだったでしょうか。まず今から解説していくフレーズは4つあるんですけれども、この意図ですよね。何をもってまず弾いてほしいスラップだというふうに言っているのかっていうところなんですが、スラップの基礎的な動作を強化でき、かつ簡単かつかっこいい、この3つのポイントを押さえてるっていうふうなところなんですね。スラップの基礎的な動作っていうのは主に5つあると思っています。サムピング、プル、ハンマリング、プリンク、ゴーストノート、この5つなんですけれども、この5つでスラップのフレーズというのはほとんど作られてるんですね。なのでこの5つさえマスターしてしまえば、スラップのほとんどのフレーズはもう弾けるようになってしまうんですね。その上で応用的なロータリーとかそういうのを乗せていけばいいわけなんですよ。なので今回はスラップの音が出るというふうな人に向けて、この5つを鍛えられるフレーズっていうのをご紹介していくんですね。では本題に戻って、この1つ目のフレーズからお話しするんですけれども、これはですね、主にハンマリングとゴーストを鍛えるためのフレーズ、あとはスライドですね。この3つを鍛えるためのフレーズ、基本中の基本みたいな動作で作られたフレーズになっています。特にですね、後半のこちらの部分ですね、ここで、ハンマリングが、鍛えられます。音程を鳴らさないようにするために、音程を鳴らさないようにして音を出すゴーストの音、こういう動作があるんですけれども、そのためにはですね、こういうふうに押さえてるところから指を離して、こういうふうな音を出すんですよね。もちろん離しすぎると開放弦が鳴ってしまうので、軽く指を置くっていうぐらいですね。それをやるわけです。そしてハンマリング、最初のこの部分では人差し指の側面のところを使ってやるといい感じだと思います。これですね。他のところは普通に人差し指のいつものところで押さえるようにするといい感じかなというふうに思っています。そして一番最初のこの部分ですね、このところはスライドで弾いていますね。5フレットをサンピングしたら、次の7フレットはサンピングはせずにこういうふうになっているわけですね。こちらのフレーズでハンマリングと、ゴーストとスライド、ぜひ頑張ってみてください。ということで、こちらが2つ目のフレーズになります。こちらはですね、先ほどの動作に加えてプリングを身につけられればなと思ってフレーズを作っています。コツをお話しすると、最初のこちらの部分ではさっきみたいに人差し指の側面で押さえていきます。ただその後にすぐプリングがあるんですが、その時も、そのフォームを崩さないようにして、そしてプリングの音と、サンピングをですね、両方鳴らすみたいな感じにすると、このフレーズかっこいいです。こういう感じですね。これやると結構かっこいいかなっていうふうに思います。あと、ポイントになる部分でいうと、12フレットから9フレットに行くところですよね。これめっちゃよくあるし、このフレーズの一番の推しポイントでもあるわけなんですけれども、
9フレットのところでですね、9と10をずっとプリングするような感じでやると、結構かっこいいですね。9フレット押して10フレットをハンマリング、そしてプリングで離す、ハンマリングプリングですね。こういう感じですね。ぜひ身につけてみてください。はい、こちらが3つ目のフレーズですね。これはもう明らかにゴーストノートを身につけてくださいと言わんばかりのフレーズという形になってます。ここで身につけてほしいゴーストノートの出し方があるんですね。それは何かっていうと、ゴーストって普通こうやって、左手でミュートして、右手で叩くというところで出すんですが、これ左手だけで出せるんですね。どうやってやるかっていうと、まず人差し指でネックをこうやって押さえて、残りの3本の指を叩きつけるっていう風なやり方で音を出すんですよね。こうやると何とも不思議なことにですね、パツパツっていう音が出るわけなんですね。普通のゴーストだと、ミュートして叩くという風に両手使わないといけないんですけど、これだと片手でいけちゃうんですね。なので音数が簡単に増やせるわけなんですよね。で、これのコツは力加減ですね。例えば力が強すぎるとこういう風に音が鳴ってしまうし、力が弱いと全然音がしないわけなんですね。ここの力加減がすごく重要なんですが、そんなことね、意識するまでもなく、やってみてもらえば分かるんですが、結構簡単なんで、練習すれば 2,3 日ですぐできましたっていう人も結構多いし、早瀬だったら10分ぐらいでできちゃうんじゃないかなというふうに思います。ぜひチャレンジしてみてください。そしてこのフレーズをやるにあたってもう一つ、覚えてほしい観点がありまして、それは、4回し目で変化をつけたり、フィルインとかフレーズを入れたりするといいよっていうふうなことですね。このフレーズって基本的には最初の3回は、こういうフレーズを弾いてるわけですよね。で、最後の4回目のところにちょっとフィルインを入れてるわけなんですよ。こうするとフレーズにこう締まりが出てすごくいいんですね。音楽において4というのはすごく重要な数字になっています。4小節、8小節、16小節っていう風な形で4つずつ区切られていっていますよね。皆さんも聞いたことあるんじゃないでしょうか。なので4つ区切りのタイミングでフィルを入れる、何かしらのフレーズを入れるという風にするといい感じになりますので、ぜひやってみてください。そして続いては、こんなフレーズになりました。こちらはですね、4弦と2弦でのスラップに慣れてほしいなという思いを込めて作ったフレーズですね。4弦と2弦のスラップを結構苦手としている人も多いと思います。特にプルですね。1弦の場合はですね、この下に何もないのですぐプルできるんですが、2弦のプルするときはこう1弦があるので、この間にうまく指を潜り込ませないといけないわけなんですね。結構大変ですが、ここがね、結構もう慣れるしかないところがあるので、こういうフレーズを作ったので、これをぜひコピーしてですね、慣れれるように練習してほしいところなんですね。逆に2弦の方が簡単って言ってる人もいますね。要は下に1弦があるので、中指とかを1弦のところにポンと置いてあげると、勝手にこの1弦がサポートしてくれて位置が決まるのでやりやすいということなんですよね。そういう1弦の方が難しいよという方の場合は、最初に挙げた3つのフレーズを練習してみてほしいんですけれども、4弦と2弦の方が難しいですよっていう風な人の場合は、このフレーズでやってみてほしいなというふうに思っています。はい、という感じで今回、スラップ初心者の方がコピーすべきフレーズというところで4種類ご紹介してきました。いかがだったでしょうか。スラップの練習は、正直結構大変なこともあると思います。特に、親指と人差し指からの皮膚が痛くなるっていう人は結構多いです。僕の生徒さんでも結構多いですね。ただこれは全員なるものなので、別に問題なくて安心してみてほしいですね。要はこういう金属の弦に指をこすりつけてるわけなんで、それは痛くなりますよねっていうことですね。ただ
まあ逆にですね、この皮膚の方が適応してくれて硬くなってきて別に痛くなくなってくるので、ここは安心してほしいんですね。ただこう手首が痛いとか腕が痛いとか肩が痛いとか、それはどっかに力が入ってるとかフォームが悪いとか何かしら問題がありますので、まあそういう場合は早急に治した方がいいです。僕の公式 LINE でですね、まあ、無料相談受けたまっていて、まあ、メッセージのやり取りとか、あとは動画送ってもらってこんなんどうですかとか、このフォーム悪いですかとか、そういう相談受け付けてるので、まあ、そちらよろしければ使ってみてほしいですし、まあ、僕の体験レッスンの場合は1時間1000円でやってるので、その1000円でですね、まあ、フォームの修正をしてほしいというふうにおっしゃっていただくのもいいかなとは思っています。よろしければご活用ください。そして YouTube の週2回投稿なんですけれども、結構決めてやると大変だなと思っていますが、いつもね、この字幕を作っていただいている方は別の方なんですけれども、その方がですね、もう次回からできなくなるということになってしまったので、結構苦境に立たされているところではあるんですが、めげずに頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも一緒にベース上手くなっていくというところでチャンネル登録よろしくお願いいたします。そんな感じで今回は以上にしたいなと思っています。ありがとうございました。